本日はリライズショートストーリーで中村さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初に、簡単に自己紹介をお願いします。中村と申します。日本生まれの日本育ちですね。で、普段は、在宅でデータ入力を、仕事を主にしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ中村さんの今現在の夢ビジョンについてお聞かせいただけますか。はい。夢とかビジョンに関しては、持たないというか、持ってないということを決めております。で、もうそこのいろいろプロセスはあったんですけど、一旦、その91に関しては、そういうお答えになっておりますね。なるほど。あえて、その夢ビジョンを持たないようにしているということで すそうですね。はい、ちょっと、その背景は、おいおい伺えたらと思います。ってことは、992の、デザインについても、特に、立ててないということですか？そうですね。目標とか計画に対しても、そこを、持たないっていう感じに結果的にはなってますね。では、現在どのような、活動指針を持って、どのような活動をされていらっしゃるんですか？特にそういう目的意識とかで、この活動とかはやってないんですけど、X、Twitter とかで、そういうですね、こういう視点っていう、こうじゃないのっていう感じの言い方なのかな。そういう、概念的なものに関して、こうですよね。自分こう思った、感じたっていうのをちょくちょく発信したり、他の発信してる方のものをまたリツイートみたいなものとかも遊びみたいな感じですよね。そういう感じでやってます、ね。概念的なものっていうのは、例えばどういうものなんですか？例えばだと、宗教的なものに関しても結構どういう意味だとか見たことないよねっていう。実体として見たことないよね。天国とか地獄とかも。なのに、そういう言葉がありますと。なんだろうかっていう疑問は結構長年持ってて、そこから派生して、時間というものとか、愛とかもですかね。抽そう象いう、的な概念ですかね。五感では見えたり聞こえたりしないものが、その概念的なものってこと。とかも含まれるし、大きく言っちゃうと、言葉そのものも概念って言っちゃったらもう、概念っちゃ概念かなっていう感じもします。かなりその、興味関心の幅が、広いですかね。結構そこの、一般的に、結果的に、あ、こういうのって哲学だった。哲学って言うんだ、みたいなのも、最近知ってて、あ、知りまして。そういう 中そう村ですさんね。自身が考えてらっしゃること自体が哲学だってこと。哲学の分野でね、それ、で、っていうのを最近知って。あ、こういうの哲学っていうの、っていうのも、最近知ったんですけど、最近知ったんそうなんですよ。精神世界的な感じでも言われるかな。宗教も含まれると。そうなってくると、もう単語自体も全部概念っちゃ概念だよねっていう帰結にもなってきたかなっていう。
なるほど。あれが本質的なことを考えてらっしゃるんだなっていう思いましそういう言葉もいただけると、結構た。ありがたく感じます。はい。なんかそういったことを、まあ、概念的なものを考えて、その発言されている中で、まあ、活動全般でこういうことはやるようにしてる、逆にこういうことはやらないようにしてるっていう、その基準みたいなものありますか？決めつけは結構注意して言葉並べてますね。決めつこうけでしないょようにってことですか？う。そうですね。主観でそう感じますとか、客観的に見ると、そうだけど、自分の主観ではそうではないよね。あとは、人間の実体、実存的に、どうあがいてもそうだよね、みたいな。誰しもがそういう帰結になりますよね、結論ですよね。っていう、そういう意味で本質っていうのかな。そこの部分が主体で、こう、発信、ツイッターってつぶやいたり、っていうのが結構結果的に多いかなっていう感じします。人間の実存的に誰もがそうなりますよねって、例えばどういうことです例えばだと、状態は変化するよねっていうのも結構多いですね、最近だと。か？人間の状態って。変化が常みたいな感じ。同じ状態をずっとそのままであるっていうものはないですよねっていうのは。石とかでももしかしたら1秒後に、0.1秒後に、その1秒前と1秒後で石を構成している何かしらが動いてるかもしれないし、風で飛んでいってるかもしれないし。人間で言っても、もしかしたら1秒前と0.1秒後で、細胞が1個死んで1個生まれてるかもしれない。同じ状態はないよね。すごいこと考えますね。とは言っても、時間っていうのも概念で、本当は今しかないかもしれないですけどね。もっと深くいっちゃう。やらないこととしては決めつけないようにしているってことと、やるようにしてるっていう意味では、人間の実存的に、状態は変化するっていう、そこはベースにあるっていうことです。そうですね。それは決めつけっていうよりかは、事実ですよね、みたいな。リアルですよね、っていうところは、決めつけって言われたら元も子もないですけど、身も蓋もないけど、決定的なことは決定的ですよね、っていう感じですね。なるほど。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。で、四つ目の質問。まあ、夢ビジョンではないですけど、まあ、夢を持たないっていう、そういうふうになったきっかけは何だったんですか？そうですね。結構、プロセス的な感じにはなるんですけど、ふと社会人になって、仕事して、で、何かおかしいなって感じてたんですよね。何がおかしいと思ったんですか？なんか、抵抗感、何かしらの、言語化しにくい抵抗感みたいなものが感じて、性に対しても感じるようになってきて、何かしらの思い込みか決めつけがその抵抗感を生んでるんかな、みたいな疑問を
その当時持って。はい。で、そこから、いろいろ本買ったんですよ。はい。で、最初やったのが自己啓発の関連のものを結構読み漁ったんですけど、どれも再現性感じねえなはい。はい。って、なって。で、これの文、ここのところじゃねえなっていうので、スピリチュアルとかも、触ったんですけど、これも、なんか、再現性とか、なんか当てはまんねえと。はい。で、こうなってきて、結構、いろいろ探し回った挙句、のりさんっていう YouTuber 見つけて、で、はい。はい。その当時ブログやってまして、その方。で、そのブログ見て、これは普遍的だな、みたいな。どのような状況でも、もう、飢餓で苦しんで今でも死にそうな人とかっていうことではなく、はい。いわゆる日本においては一般的な感じの人でも当てはまるな、みたいな。自分にも当てはまりやすいみたいな感じで。で、その方が、時間っていうものはないよっていうのを最初教えてくれて。で、自分っていうものもないっていうことを発信してたんですね。自分が自分と思ってる自身っていうものは、それ主体がないですよっていう。はで、時間もないから、すべてが 勝手に起こってること。い。自分っていうものもなくて。で、そういう、帰結に行き着くと、そこの、夢とか目標も、思う人は勝手に、その思考も勝手に思って上がって、夢を持つっていうことは夢、思ったっていう、言語化するとそういう、そこまでみたいな。で、それに対してアクションも、その、思ったっていう因果に基づいて動いてますと。でも、未来も過去もないから、起こることは勝手に起こってますっていうので。そういうことなんだなっていうのも思って。ただそれに行き着く因果も全員でもないし、そういう情報に、出会ったっていう縁とか因果も、それも勝手に起こってて、全員でもないんで、身も蓋もない話なんですけど、別に夢とか目標とかも、それをやったからって確実に、それが実現するかどうかは、全然違う話だよ、みたいな。でも、起こることは勝手に起こるし、あなたの意図とは関係ないですよ、っていうことなんで。大きい川の流れに任すみたいな感じ。ありがとうございます。うん。すごいことに気づいたんです。発信されてる方もすごいですよね。そうなってきて。ちょっと待ったんですけど、社会人になってからですよ。抵抗感を感じた後に、思い込みとか決めつけがあるんじゃないかっていうの。どういう思い込みが決めつけの。例えばだと、大きいところで言うと、必ず仕事しなければならないっていう、この一つとっても、それは、人間が生きるそのことに対して付随して確実につながることではないっていう。
血とか心臓も勝手に流れてて生きてますと、人って。で、呼吸も止めようと思って止めても、一日中とかまず無理だし。それは生きることそのものにつながってますよねっていうことなんですけど、どこかに就職やら仕事やらって人類の実存とはつながってないよねっていうことを知るだけでもだいぶ楽になるよっていうことも教えてくれて。あ、それは、のりさんから教えてもらってそうです、そうです。る。そういう感じで、いろいろな、いわゆる一般的に普及している、現代の常識感っていうのを、実際はそういうことだよねっていうことを知るだけでもだいぶ変わるみたいな。それを知って今すぐ、その明日には仕事辞めますとか、それは現実的じゃないけど、知ることで、この精神的な負担的な言い方になるかな。そういうものがだいぶ結構変化していったっていう感じですね。じゃあ、それ、抵抗感の背景に、その、いろんな思い込みとか決めつけがあったってことに気づいたと。そうですね。まさにそんな感じ。なるほど。最後の質問になるんですけど、抵抗感に対して、その思い込みや決めつけがあったことに気づいたってことですけど、まあ、そういうのに気づいても、その、まあ、相手する夢を持たないっていう、そこまで考える人も、まあ、みんなではないと思うんですよね。その結論に至った、その背景には、中村さん自身に、どういった大前提が、とか背景があるから、その結論に至ったと思いますか？ そうですね。一番は、結局、自我っていう自分が自分と思ってるものがないっていうのが、大前提として決定的だったっていうのは。生まれてからの、そこ、例えば、A っていう母親のところに、自分が肉体を持って、赤ちゃんで生まれてきてっていう、その生まれてるところの、そこの母親っていうものも誰かの母親っていう縁があって、もう流れがあるんですよ。もうそこの因っていう因果の因があって、もう生まれた状態から因っていうのはあって、その因果の繰り返し。なので、自分が主体っていうので、何かしらの決定はなくて、すべて、決定論みたいな、行き着いたのが。決定論とする自我がないっていうのはどういうつながりもうすべて、そこからの、この、いわゆる年齢が、ついていく、0から1歳になるとか、生まれた瞬間からもう時間、こう行くんですけど、そこでの体験の積み重ねが自我みたい。自分っていうものではないですよっていう。もうそうなってくると、もう結構自分も最初は抵抗感あったんですけど、例えば、運命が自分で、自由意志があるっていう、こういう、哲学的な概念あるんですけど、そうじゃなくて、すべて宿命論、決定論。っていうものに、自分の中では、もう、結論づいちゃって。
自我がないっていうのはどう、自我がないこととその因果はどういう関係なんですか？因果は自分の意志に関係なく、例えば自分っていうものは、もし宇宙に始まりがあったなら、ビリヤードの玉みたいに、こう全部、方角決まってるじゃないですか。ビリヤードパーンって当たって、玉と玉が当たった玉はこう行きますと。で、そこの宇宙がもし始まりあって、そこの今の途中で、自分が生まれてたとして、もうそこの玉の流れみたいに決まってるんですよね。あ、じゃあ、玉の流れが決まってるってことが自我がないってこいえ、これは宿命論。で、自我がないっていうのは、そこのプロセスで培った、こう、自分が例えば A さんっていう母親の中から生まれて、で、例えば5歳の時にこういう体験。何歳の時にこう、こういう体験してこう考えるようになったっていう積み重ねが自我かなっていう感じ。あ、じゃあ、その積み重ねがないときのことを自我がないって言ってる。いえ、自我っていうのが幻想。幻想だけど、ある。っていう風にしか感じないみたいな。なるほど。今もですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後になんか、このインタビューをご覧になっている方に、メッセージお願いします。はい。すいません。なかなか緊張してうまく喋れなかったですけど、もし何かしらの気づきやきっかけになってくれたら、嬉しいなと思います。すみません、長い間ありがとうございます。い、ありがとうございます。中村さんにインタビューさせていただきました。ありがとうございましはた。い、ありがとうございます。